池内ゾーン丸よ、池内とは、北海道札幌市中央区南一条西にある、日本の百貨店である。宣伝などでは、池内札幌の名称を使用している。2011年以降、池内ゲート、池内ゾーンの2館を運営している。1893年6月に、池内予想基地が、池内金物店として創業したのが始まりである。1923年に、 資本金30万円で、合資会社、池内商店として法人化した。1965年に、百貨店法の適用を受けて、百貨店化したものの、業績不振で1968年9月に、丸い前の支援を受けて、株式会社丸よ池内を設立して、小売事業を上渡し、その参加に入った。その後、1997年11月に、 当時の丸井前のメインバンクだった北海道、拓殖銀行が経営破綻すると、それまで今井春夫社長が推進してきた急激な経営多角化により、債務が増大して、グループの有利支付債が約940億円に増大するなど、財務体質が悪化していた丸井米は、経営危機に陥り、同年12月16日の緊急役員会で今井春夫を、 社長から解任して、公認に創業家出身ではない、専務取締役だった柴田哲司を社長に昇格させて、路線転換を図ったため、当社は1998年に、丸いマイトの資本提携を解消して、独立して運営していくことになった。2010年10月1日に、三越からネックス1 8 0の運営を継承して2011年1月10日で、 大半のフロアの営業を停止し、その後大幅に改装して2011年4月1日に池内ゾーンとして開業した。日本百貨店協会に加盟しているが、現在は全館が、服飾、雑貨の販売店やクリニック、カルチャースクールなどのテナントで占められ、ファッションビルと化している。テーマは、ライフスタイルストア。三越伊勢丹ホールディングスが閉鎖した札幌アルタを引き継いだため、 最近は一層ファッションビル化が進んでいる。改修、テナントの入れ替えが行われた2000年代前半までは DIY 器具を扱うホームセンターインテリアショップ、ディズニー公式ショップが店内の多くを占めるフロア構成だった。2019年12月、従来の本館であった池内ゲートについて施設の老朽化や現在の耐震基準を満たさないこと等から、 2020年6月を目途に閉店することが明らかとなった跡地活用については検討中としている。ありがとうございます。